今日は俺が東海オンエアメンバーを全員紹介したいと思う。まずザワくん。全然動画に出てなくて唯一出てた味噌汁ブロドの演技が下手すぎて逆に面白いちっちゃいおっさんザワくん。次に夢丸。こちらも全然動画にならないちっちゃくもなくおっさんでもない演技が下手なわけでもないいじるところが何もない、そしてなんだその髪型は夢丸。トシミツ。ミスターバラエティとか言って割と器用貧乏、演技も歌もモノマネもおでこも全て広く薄いトシミツ。リョウ。背高くていい声で料理もできる完璧イケメン超人、得意技はフランベ。リョウ。いやバカにして。哲也。滑舌悪くて手浅いばくて臭くてガチな中二病な一番汚い我らのクソリーダー哲也。そして俺芝生東海オンエアの絶対的エース、クールで面白くてイケメン、俺が一番かっこいい。お前自分はかっこつけるんじゃないよお前は。